お前。直しはここにはいない。なあ、一つお前に聞きたいことがある。お前、直しと付き合ってるのか？大事なことなんだ、答えなさい。どうなんだ。やっぱりそうか。しばらく直しとは会うな。お前か。せっかく電話くれてたのになかなか出られなくて悪かったな。ごめん、しばらく会えない。今、俺の口からは何も言えない。ああ。悪い。今、理由は言えない。分かってくれ。それじゃあ。
まただ。大事なものが壊れようとしている。大切にして指の間からこぼれ落ちないように守ってきたのに、いつもこうなってしまう。やっと見つけたんだ。散々恋なんてとバカにしていた俺が、やっと見つけた初めての恋。どうしたら守れる、どうしたら壊れずに済む、どうすればいいんだ。教えてくれないか。なあヒロキ、目を覚まして教えてくれよ。お前か。俺だけど。うん。明日会えないか。屋上庭園に来てほしい。ああ、急に呼び出して悪いな。待ってるから。それじゃ。来てくれたか。いきなり呼び出してすまん。ここ座ってくれ。いや、何でもないんだ。仕事が忙しかった。
ああ。そんなことはない。別に隠してはない。別れよう。頼む。何も言わずに俺と別れてくれ。何もない。お前にもう飽きたんだ。そんなことはない。俺の欲しいんだ。どうしてもだ。嫌いになったんだ。ごめん、今までありがとな。俺は守れたのかな。たった一つ見つけた恋を俺なりの形で。一緒にいられなくても、せめて
彼女を見ていたいと。そんなささやかな夢を見るくらいは許してもらえないだろうか。恋に溺れて沈みかけていた俺たちは、そのまま共に沈むことを許されなかった。離れ離れにならないように助けられた。助けられて初めて俺は気づいた。いかに周りが見えてなかったか。ごめんな。お前にできることは何もない。何も話すことはできない。コトニーいる？あ、君も一緒だったの。ちょうどいいところに来たな。行く。あとは任せた。春樹先生のことだよね。少し前、春樹先生と君とのことが噂になって、教頭や校長たちがそれを問題にしたんだ。春樹先生が呼び出されて事実確認された。本当なのかって何度も聞かれたらしい。でも決して春樹先生は君とのことを話さなかった。それにもかかわらず目撃した生徒が出てしまったんだ。それにはコタニーが関わって無事に解決したんだけどね。きっとコタニーは立場上話せないから今日僕を呼んだんだろうね。春樹先生は今後君に個人的に接触しないとコタニーに約束して、君もお咎めを受けそうになっていたところを助けてくれたんだ。恋にはね、ルールがあって、初めて恋をする人はこのルールがわからなくて恋に溺れてしまう。君たちは初めての感情にまっすぐになってしまっただけだ。誰も悪くない。君は悪くないよ。誰も悪くない。今日は僕の胸を貸してあげるから思い切り泣きな。小太郎先生、ちょっと話が。
おい水島、お前何こいつを泣かせてんだ。春樹先生が悪いんですよ。てめえ、絶対許さねえ。違うって、何が。とにかく二人で少し話した方がいい。僕は席を外すから。それで、どうして泣いてたんだ？言えるわけないだろ。お前に余計な心配かけたくなかったんだ。俺がお前を迎えに行ってもいいのか？お前を思っていてもいいのか？そうだな。当たり前だろ。俺もお前が好きだ。お前を愛している。だから、別れよう。また未来に一緒になるために。今は辛いけど、お別れだ。こんなに笑顔で別れ話するカップルは、俺たちくらいなもんだよな。何度もしたキスだけど、今のが一番自然にできた気がするな。約束のキス、またお前と一緒になってたくさんキスするための最初のキスだ。
ああ、もちろんだ。お前を大事に思う気持ちに変わりはない。あいつと別れてから気持ちの整理はまだついてない。というよりつける暇を自分に与えなかった。仕事に没頭すればあいつの前でも教師でいられる。そう自分を戒めた。次は移動教室か。今のうちに人数分の双眼鏡運んでおくか。おう直し、ずいぶん荷物抱え込んでるな。家出少年みたいだぞ。次の時間俺授業ないからさ、時間あるときに備品の手入れしとこうと思って。直し、あんまり無理はするなよ。無理なんかしてないさ、大丈夫大丈夫。小太郎先生、スーツってことはこれから理事長室に行くんだろ。途中まで一緒に。歩き出そうとした瞬間足が動かなくなった。廊下の向こうに仲間と歩いているあいつの姿が見えたから。ナナミのやつ、そんなことでブータれてたわけか。ナナミも可愛いところあるじゃん。まさかそれが原因とはね。そういえば、寮のメールボックスに貼り付いてるナナミ、最近よく見るなって思ってたんだよね。相当気になってたんだね。ナナミって結構寂しがり屋だよな。なんだかんだ言って仲いいからな、ナナミとトモエは。トモエが転校してきたばかりの頃は、毎日喧嘩しまくってたもんね。その度にトウズキが弁当で釣ってなだめて、見てるこっちはめちゃくちゃ面白かったけどな。あいつが笑ってる。なんだかそれだけで元気になれた気がする。俺がいなくてもあいつは穏やかで楽しい毎日を送ってるんだ。寂しくないと言ったら嘘になる。だけど今はこれだけで十分だ。直しじゃん。直し、何その荷物、家出とか。ああ本当だ、小さいのにそんなに頑張って荷物いっぱい持っちゃって大丈夫？ちげえよ、つうか廊下で騒ぐんじゃない。うるさいからお前らだってすぐに分かったぞ。いつもはそこに直しも加わってもっとうるさいだろ。周囲に説得力がないな。もっともなご指摘です。なっ、なおちゃん先生、こたちゃん先生に言われちゃってるよ。なおちゃんを怒られてやんの。イエーイイエーイ、反省しろ。やかましいわ。ほら次は移動教室だろ、急げ急げ。はーい。あいつはにっこり笑うと俺にちょこんと会釈をする。俺も多分いつもみたいに笑えたと思う。ほんとだ、気づかなかったら危ないところだったぜ。ありがとな。おい、置いてくぞ。おう、授業中寝るなよ。頑張れ。
もう一度笑顔を交わすと、俺たちは反対方向に歩き出した。お互い、教師と生徒として歩き始めた瞬間だった。一度だけ振り返ると、あいつの小さな手が目に入った。付き合っている間、何度か繋いだ。優しくて安心させるぬくもりがそこにはあった。それを話さなくちゃいけなくなる日が来るなんて思いもしなかった。あの頃、そんなに時間は経っていないのに、もう遠い昔のように感じる。不安はある。でも大丈夫、もう一度つなげるはずだ。もう一度つなごうって約束して、ゆっくり話したってだから。よーし、頑張るぞ。いきなりどうした、直し。気合を入れて頑張ろうって思ってさ。それにしても今日はいい天気だな。久しぶりに生徒たちとサッカーでもするか。張り切りすぎてまた怪我するなよ。俺の仕事を増やすのだけは勘弁してくれ。大丈夫大丈夫。今度はその言葉信じることにするよ。未来は遠い。でもだからこそ、そこに向かって歩いていく楽しさも、たどり着いた時の達成感もあると思うから。この道の先に俺たちが笑い合ってる未来があることを信じて、今は前に進むだけだ。